皆さんこんにちは、シュンです。よろしくお願いします。ということで、本日中心化しましたザビエル使っていこうかなと思います。はい、ステータスこちらでございます。はい、ダメオマインスイーパー L のアンチブロックに、もともと持ってた神キラーかな、神キラー M 持ってきまして、でストライクショットも変わってないのと、まあ友情は掛け合わせた感じになったのかな。はい、で新しくついたところで言うとダメオとブロック、あでもダメオは進化の方が持ってたんですよね。でブロックはどっちも持ってなくて新しくついたって感じです。で今までの使用感で言うと、まあ、神キラーの方のザビエルしかねほとんど使ってなかったと思うんだけど、そこにダメオとブロックが追加されたみたいなイメージなので、使える幅自体はすげえ広がったんですよね。ただまあご存知の通り、まあ対神でも結構出勤率が低かったキャラになってくるんで、まあこのアビリティが追加されたことによってどれぐらいになってくるのかなってところが気になるところですと。はい、まあキラー対象に対して地雷持って弱点ドーンのこの SS がすごい強いイメージあるんで、その辺を使っていこうかなと思います。はい、ということでやっていきます。対神はね、対神はもうそのダメージですら神からのダメージは2分の1にしますし、めちゃくちゃ強いとは思うんだけど、あとはまあちょっとエースためない、SS はやっぱりね短縮あるといえど重いと思いますので、そこをちょっとためながら進んでいきたいですね。はい、まあ一撃トーンがどれぐらいかですよね。またでもねあれですね、こういうそのなんかさ弱点とかに一回ドーンと当てる系の SS でちょっと短縮優先します。ドーンと当てる系の SS なのにあれだね、あ申し訳ない、超枚数じゃなかったね。やっぱ超枚数になるとこの辺って相当やばくなっちゃうんだろうね。だからしょうがないとは思うんだけど、まあなんか超枚数あったら嬉しいなみたいな性能にはなってるよね。うん、これ超枚数だったらまた1個化けると思うから、本当にだからどこでも連れていけちゃいますからね、対神だったらね。まあ簡単になりすぎちゃうのかな、ゲーム性的にもね、こういうのが超枚数になると。ただこれ最近の中でもキラー1台はもうやっぱり今日減ったすぎる。最近の中でもね、そのキラーこういうの持ってたとしても超ワンダメとかもらってさらに火力が伸ばせるみたいなキャラ結構いたりするんでね。うん、まあなんかもうちょっとなんかもらってもよかったなっていうのは思いますよね。まあ十分なんだけどね、もう6割とか当たり前の時代だからこれでも十分ではあるんだけども、まあ加速も持ってるし、まあ高スピアップがね結構ポイント使えますからねステフリーにね結構もらってるからな、高スピアップってだけでな。これがね超ワンダメになったことによってさらにマリシテンがやりやすくなったって感じか、マリカイね、はい、今ちょっと普通に忘れてましたけど超枚数になあのアンチブロックになったの、アンチブロック慣れないな多分ここ。今回超枚数をね1体しか連れてきないんでちょっと道中下るかもしれないですけど、まあこの下りつつ SS 貯めていければなと。貫通とかあったらまた話違うんだけど、そうすると違うキャラと被ったりしますからね。いやーでもなんかハマってほしいですけどね、やっぱり重心かね新しく来たところは。では短縮入れながらまた触れられなかったかな今もしかしてね。でもなんかちびちび短縮はできてるから意外とすぐ出そうだね。ボス戦には間に合うかな、間に合ってほしいけど。でも超枚数じゃないからこの辺もなんか雑魚処理しちゃうっていう事故がないね。ただしとかないとこれちょっとどっかで事故れるからな平気で。これ無理だな、いけるか、2体はそれでいいか。おお全部出た、えらい。よし、じゃあこうなったらもう処理しちゃおっか。できるのかは分かんないですけど、いやちょっと難しいな。できるか、あ行けましたね。で、突破してボス戦で SS っていこうかな。まあ、ボス戦の SS はね本当に当時玉狼に会った時とかはね本当このザビエルが重宝してたんですよ。めちゃくちゃ重宝してましたよね。あこれ攻撃アップからのマイスイエルの神キラー。あーでも今の倒しきらないのか。じゃあ前言飛ばしとかはさすがにできなそうだね。麻痺数って2ターンとかかな、あれ。あでも違うんだっけ、ザビエルとかのあれって何ターンでしたっけ、3ターンか2ターンだったはず。なんか麻痺 SS でもバラバラなんですよねこの張り付き系はあれなのかなでも結構このザビエルを使うシーンってさ、まあやっぱりあれだよね、その一撃ドーンのこと多いからさ、あのリヴァイのワンパンの遅延みたいな感じでさ、結局その麻痺の方の恩恵で使うことってあんまなかったんだよな。まあだからこそ超枚数にしちゃったらその威力もドーン出せちゃうし、麻痺自体も2ターン3ターン、まあ、3ターンかなとかになっちゃって結構壊れ SS になっちゃうから超枚数とかはもらえなかったのかもしれないですしね。まあ、十分ですけどね、これだけでも。麻痺やっぱ強いよね。その遅延と違ってさ、攻撃スキップできるっていうのが強いよね、普通にね。
あれがずるいよな。その攻撃ターン相手のやつ消化できちゃうっていうのがね、また違うんですよ。普通の遅延とはやっぱそこが違うんでね、かなりいいよね、そこね。ちょっとエビス位置悪いね。ギリギリいけるか。いやーでもボス殴っちゃうんだよな。スピードが足りるかな。わかりましたね。オッケー、これで次打てるね。うわちょっとやりすぎないよ。おしよ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 し、2段階目。これはさすがにね、あーむずいな、すごいむずいな。これでいけるかな。いけそうっすね。これでいってみます。攻撃アップギリ拾うかな。はい、弱点当たってくるよ。マヒのエフェクトで当たってる。当たってますね。おでも9000万。あれこれ次のゲージ飛んだか。こんな出なかったよね。なんか、え、前のサビエル3000万とかじゃなかったっけ。あ、相当飛んでますね。まあ、飛んでるといえどこんなもんか。まあ、やっぱなんかもう全ゲージ飛ばしとかしちゃったりするやついるからね。ちょっとなんとも言えないですよね。まあ、なんか超直近でなんか炭治郎とか使ったからさ。まあでもこれで麻痺ついて、あれてか今さ、あ、麻痺ったか。そっか、ゲージ飛ばしたから麻痺もクソもないのかな。そうか、まあまあまあ、そんなもんか。まあ、これでちょっと打ってみたいね。また理想でね。で、ここでエビス雑魚処理して、あ、でもその前に倒しちゃうかな、友情でね。ラスギがちょっと打ちづらいんでね、倒しちゃいそうですね。まあちょっと、一応、雑魚処理してみる。お、倒すね。それは、今のはエビスが悪いね。はい、じゃあラスギでちょっと打っていきましょうか、最後 1P 目。それまでに雑魚処理はちょっとできなそうなんで、パック遅延とかも使いつつ、あ、違うわ、ごめん。そっか。4ゲージか。1ゲージ飛んでるわ。飛んでる飛んでる。飛んでるわ。これラスゲじゃないもんね。ラスゲはなんかあの V 字やらされるやつだもんね。22でいうやつだよね。あ、1ゲージ飛んでるんだ。まあそうだよね。なんか当時のザビエルとかは、あ、でもあれ理想だったら一応飛ばせはしてたんだっけ。なんか獣王戦かなんかで飛ばすようなムーブしてる人いた気がするわ。もしかしたら言ってるかもしれない。すごい入れ場じゃない。はい、じゃあザビエル打てるようになりましたので、あ、こういうとこいいね、アンチブロックでね。じゃあさっき9000万だったんですけど、あれ攻撃アップ乗ってたのかな。これは綺麗に多分弱点入ると思うんで、こっちの方が見やすいんで、ドン。あー、でもそれぐらいだね。さっきの攻撃アップ乗ってて9000万ぐらい出た感じか。今のは攻撃アップなかったから7400万とかになったのかな。まあでもこれで神ですからね、相手がね。いやー、これ近畿とか来てたらね、またちょっと行けるところあったんですけど、今回まだ今近畿来てないんで、近畿来たらもう1個ぐらい行ってみたいですけどね。ちょっと探してみますね、他に行けるクエストないかね。はいはい、ということで、ここに来てみました。まあもう別にここはあの全部出てくる時が味なんでね、別にカビキラーがなんたらってのはないんですけど、まあ純粋にダメ用のクエストで、真珠の聖域、まあ試しやすい、ボスにちょっと SS も当てやすいですし、道中長いんで SS の短縮もしてるしっていうのでね、ちょっと試しやすいんですけどね、すんごいレアなね、卑弥呼がいたんでね、フレンドにちょっと添えて、はい、じゃあ短縮しながら、まあ、あと神じゃないね、ボスに対してね、どれぐらいその SS が出るかみたいな、覇者島の多分、セルケトのところよりは、まだ耐えてくれるんじゃないかな。覇者とセルケトは多分打つまでもなく、多分吹っ飛ばしてくれるんでね、あ、でも地雷ないから意外と飛ばさないのかな。これいいね、やっぱ道中長いね。キラーないと、本当にきついな。いまだにきついんだな、ここな。キラーがあってやっと戦えるようなステージだったんでね、こう。いや、ほんときついね、ここ。え、どうやってクリアしてたんだろう。これ、横じゃんいけるかな。よし。きついね、ここ。いまだにきついんか。なんか、だからパーティーが弱すぎるのか、これ。はい、でも、SS 自体はたまりそうだね。どれくらい入るかだよな、あとはな。あー、買った買った嘘だろ。まあでもこういうさ、そのやっぱ硬いステージってさ、その麻痺がすっげえ貴重に感じると思うんで、多分これ相当貴重に感じると思うよ、麻痺。クロスレーザーはダメじゃない、さすがに。そんな前かこれ。あ、すげえな、よくこれいたな、フレンド。まあ、ちょっとチビチビ倒してみよう。ちょっとさすがに、さすがにちょっと負けれないんでね、これ。何年前のクエストだこれね。これ確か爆発する。でも大丈夫かこれ。これ卑弥呼が卑弥呼いらな。マジで卑弥呼いらないですけど、もうちょっと強くしてくれよかったですね。まあまあまあ最先端のキャラなんで、さすがに負けることはないでしょう。もうめちゃくちゃ配置いいじゃんこれ。ずれな、うわずれた。
多分横地倒せないよね。おお倒した偉い。でこれ確かループだこれループやべえなー。すげえクエスト作んな。もう適当に打ってるのいつか気をつけるでしょ。あの女が強いね。どんどん頼ろう。高難易度クエストやってみたいな感じになってるもんな。早くちょっと打ちたいねボスにね。まあでもそんだと思うんだよな。言うほど出ないと思うんだよな、さすがに。あ優勝強いねやっぱね。タイカミこれ乗ってくるもんね。キラー乗ってるからね。そうだよね。今のでもうキラー相手じゃないんでね、乗ってはいないですけど、あれは2倍出るって考えたらやっぱ優勝も強いよな。これ2倍になってたらパワーアップだから近しいダメージは出てたんかな。さあこっからですね、3P はまああそこで 2P あそこ置こうかな。これ1対1って多分ザコ勝利しないとこのパーティー負けるからね。ちゃんとやっていきましょう。ちゃんとやっていこう。これほんとちゃんとやっていかないと負けるからね。じゃあマヒエセスがこいつ次出るね。おっ次いってみよっか。これここでえやべえちょっとのうわ抜かったな今。すげえまずかねした。筋肉溜まってないし、しかもあすごいまずいね。加速あるしいけるか。あー助かった、すっげえ助かったな。さあでここは削りがねめちゃくちゃきついんですよ。なんでここ打っちゃいます。さあいいね。さあこれがどれぐらい出るかだよね。対神じゃなくて地雷もないって状況で、ザビエルセス、さあいけくっつけ。この距離で避けるとまず威力ね、なんか威力高かったね。すっげえ高かったね今。に加えて2ヒットした。あれこれなんか仕様変わったの。これいつ以来だ、いつから来てない。このこれはさすがにきつい。いけるか。惜しい。決まった、気持ちよかった。えこれ何、そんなだったっけ。そういうヒット系のやつでしたっけ。あれごめん、これ俺が間違ってんのかな。知識が俺遅れてる。まあ俺結構化石パ使うで有名なんで、こういう新しいキャラにあんま触れないんですけど。うわまずいね、それはすごいまずいね。ちょっともう一回打とう。これ卑弥呼が倒す。で次打とう。ずれてくれるよね。あーでもこれこいつのターンにはずれないか。あーラッキー。さあちょっとヒット数見よう。これえ何だったんだ今の。えこんなんなってたっけ。ごめんこれ俺の知識不足か。いやいやいや、なんでその打撃みたいな挙動してんのこれ。よくわかんないな。ちょっとターン数見ますね。多分3ターンだと思うんだけど、なんでこんな金があるのダメだ、疑問が止まらんこのクエスト。さあこれで2回目の攻撃スキップ。あでもな、攻撃ターンとかにも依存するのかな。でここで解けないってことは3ターンだね。これで解けるでしょ。これがビリビリってなって攻撃できないよってなって、で解ける。ああそうだね、3ターンね。だから3回攻撃いける。打って打ったターンの次の攻撃、その次動いたやつの攻撃、その次動いたやつの攻撃って感じか。それで終わりだね。なるほど。ちょっとあの打撃のところがちょっとまだ俺疑問解けてねえんだけど、あんなんだったっけ。なんかさ、マリシテン回で使ってる時さ、一撃ドーンのイメージがあったんですけど、あれ飛ばしちゃってたから見てないのかな。そう考えるとこの張り付き麻痺っていうのをパッと思い浮かぶの誰って言われたら、俺フリーズとこいつしか出てこないから、俺が使用知らないだけだろうなこれ多分な。はあ、もう一回打ち、もう一回打ちてえな。1段階目の麻痺ターン数も知りてえしな。もう一回打ちてえな。これむずすぎ。これ当たるよな。どうしよう、ちょっと半考えよう。こいつしかも短縮もしたいから雑魚処理マストなんだよな。無理だな。これで当たんなかったら最高って感じするか。当たりはない。でも、うわ加速最強。まあメテオあるし、卑弥呼のメテオ投下しねえよな。でもこいつな投下しねえな、もう論外なんだよな。そっか、まあちょっと多分使用俺が知らないだけだろうな。あ、まあ短縮短縮加速あるし、うわこれで待った、左入っちゃうかも。危ねえ。オッケー、これ短縮したんで1段階目も打てますね、しっかりね。助かる。お、
すごい、めちゃくちゃ都合いい動きしてるんだな。ただ次ザビさんが SS ちょっと取りづれえな。え、遅くない？え、ちょっと遅くない？え、こんな、え、ひみこさん、あ、まあ超スピだからか、いつも。あ、ちょっとやばい、さすがにちょっとついていけないな、その古いひみこさんには。パックも打ちつれんだよな。あのね、麻痺のあれがあるからね。さあ、これ上引け、オッケー。あ、お前じゃねえや。うん、どう考えても上入ってボン、次終わるんだけど、これちょっと分かりづらいね。移動してくれない？くれないよね。でもガイル出てたよね。絶対抜け出せないってこと。倒しまーす。もう倒しましょう。もうこれあれだね、ちょっと分からんわ。あ、でもちょっとスローでもう一回って見てみようかな。でもおかしかったよ、ドンドンのやつだったよね。なんで打撃してなんか麻痺の判定が入るみたいな感じになってんのかな。どうなんでしょうね。ちょっと詳しくはパッと今の状況じゃ分かんないんですけど、この SS の理解度が俺低すぎてってのもあってちょっと分かんないんだけど。やばいやばい、負ける。なるほどね。ただまああれだね、分かったのは麻痺がちゃんと3ターン入ってるっていうのと、あと神で地雷がな、神じゃなくて地雷がない状況でも意外と火力が出せるような SS になってるってのは嬉しいところかもね。でもこれぐらいやってくれてさ、高スピアップ持っててさ、地雷ダメをブロック全部対応してるってなったら意外と使うシーンあるかもしんないね。なんかさ、地雷ダメをブロックって火属性めちゃくちゃ少なかったよね。なんかだから俺一生打診弁使ってたイメージあるんだけど、そんなことない？もう違う？さすがに。いや、違わないね。違わないよね。そうだよね。俺も打診弁ずっと使ってるイメージあるもん。もうそう、打診弁がね、めちゃくちゃ使う、こいつしかいねえじゃんってなったイメージがすっごいあるんで。まあまあ、じゃあここで来てくれた分にはいいのか。だから近畿とかも多少楽になってるところはあったりするのかな。はい、ということで、今回はザビエル、重心が使ってまいりましたけれども、まあまあまあ他にもいっぱい使うところ本来あるでしょうね。今回は選んだクエストだったんで、検証みたいになっちゃいましたけれども、最後まで見てくださりありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。